演武開演。どうも、本日は玉露園の昆布茶を飲みたいと思います。以前梅昆布茶、減塩昆布茶を飲んだことがあるのですが、多分これがベースなのではないかなと思います。今日はお湯はすでに用意してあります。ちょっと時間を短縮したいので、中身はこんな感じです。では早速飲んでみます。色はちょっと薄めの緑ですね。では飲んでみます。なら後輩に追い越されないように精進しないとね。昆布の程よい塩気がお湯によく溶け出てさっぱりといただけてとっても美味しいです。昆布茶はダイエットにもいいらしいので、今後も積極的に飲みたいと思います。以前飲んだ2種類の動画を多分この辺に置いておきますので、そちらもぜひよろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。